お疲れ様です。あの、吉谷さんね、いろんなビジネスをやってきて思ったんですけども、やっぱり一本に決めないとダメですよねっていうことで、即課塾の方に戻ってきてくれた方がいたんですよ。確かに数年前、即課塾で始めたんだけども、他の情報も気になってね、あっちこっちとつまんでいたのは私知ってたんですよ。で、そのうちに、私がコツコツやるんだよって言ったものを、 コツコツやってらんないからすぐに目先のお金がいるんでってことですぐ儲かりそうな情報をビジネスをねどん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 やっていったんですよでぐるーっとすぐ儲かりそうなやつを2年とか3年やってきてでどんどんお金がなくなって私のところに戻ってきたんですよねやっぱりそっか軸一本でやっていきますそしてじゃあ始めましょうかっつったら今他のビジネスやりかけてるんでそっちで資金ができたらやっていきますってことでおいおいいまだにあちこち迷ってるんだなと思いましたけどもね で、すぐに稼ごうと思って3年ぐらい稼げずに気長に稼ごうと思って1年以内に月収100万これは一体ということでございますね、うん、だからやっぱりうんやっぱり慌てず急いでじっくりとやらなきゃいけんですね、うん、だから目先のお金を手にしようと思うとね目先のお金が手に入りますよっていう情報にやっぱ踊らされるんですよ、うん、で すぐ痩せますよとか言ってもすぐ痩せるためにはものすごくやることっていうのがねきついわけですよねでも1ヶ月に 500g 痩せて1年間で 6kg 痩せましょうって言ったらこれできるわけですよただずーっと500痩せるモチベーションが持たないんですよ、今度はじゃあでもね今度は1ヶ月2ヶ月で6ヶ月痩せましょうって言ったらいろんな食事制限や運動メニューとかに耐えられないわけですよ だからどっちの大変さだったら受け入れられるのかなっていうことでしょうね。えそして、キャッチコピーってのは本当に罪作りで、あのキーワードを抜き出してね、反応のいいものをキャッチコピーにしますから、確かにそれで多くのアクセスは稼げるんですけども、結局、やるべき内容ってのはキャッチコピーとは随分かけ離れるんですよね。だから、詐欺だとか嘘だって言いますけども、でもそんなもんでしょうみたいなね。東大合格塾って言って入塾しても、その合格塾でやることは、 もう4時間睡眠で頑張れば通るけども5時間も寝ちゃったらもう通らないよみたいなこと言われてねいやそんな人間が5時間とか4時間とかの睡眠時間じゃやっていけませんよって言ってじゃあそういう人ははい通りませんみたいなね昔の例で言うとそんな感じじゃないですか結局は己にどのぐらいまあ根性があるかってことにまあ精神論になっちゃいますねそれはねまずは精神がし,てしっかりしてないとやることやらないですからね で甘い情報にフラフラーっと行ってしまって、そっちにカモられるみたいなね、はっきり言ってカモられますよ。うん。あのコンテンツ自体は同じような問題あっても、呼びかけが足りないあ違ったらね、もう完全に詐欺だと思っちゃうでしょ。ね。メルマガでなんか100万稼げますっていう風なキャッチコピーで、あじゃあメルマガやれば100万稼げるんだなと思っても行ってもね、そもそもリストがなかったらメルマガを始めたところで読者がいないっていう問題に立ち行くじゃないですか。だから結局は。 集客するアクセスを集めるっていうところを怠ることはできないし、もしそれをやりたくないんだったら、もう広告を出すかね、投資の世界に行くしかない。でもそこには広告は広告費がかかるよってこととかね。で、広告で出すわけですから、やっぱりキャッチコピーを駆使するしかなくって、じゃあ今度は、あの、儲かりがするんだけども、詐欺師呼ばわりする可能性が高くなりますよね。まあ、こんなね、当たり前ってゃ当たり前なんで、わざわざ説明しなくても、誰でもわかることだと思うんですけども、まあでもね、 40になっても50になっても多くの人が分からずにかもられてでお金を失ってなんか詐欺で団体訴訟みたいな不毛なことをやるわけですよねそろそろ気が付きましょうということじゃないですかはい、じゃあいってらっしゃい